ドッジボールで最後の一人を任された陰キャ。今日の6時間目は隣の組とクラス対抗ドッジボール対決することになったから。うわ最高じゃん、絶対勝つぞみんな。どっちではしゃぐとか小学生かよ。それな。あ、君の地域は顔面セーフルールだった。その辺のルールをあんま覚えてないわ。僕小学生の頃から基本不参加だったし。かっけー、昔から尖ってたんだね。なんで不参加だったの。陽キャのバカがさ、キモいやつはダメって。あ、顔面アウトルール。あ、ルール厳しめの地域だったんだ。まあたまに参加してたけどね。あ、その参加した時はポジションどこやってたの。外野か内野か。どっちなんだろう。え、応援席って。あ、どっちでもない、外野だね。おい、そいつ今かすっただろ。あ、当たってないよな、長江。うん、当たってないよ、ちょっとしか。おかすやろ、かすってんじゃねえか。僕敏感だからすぐ分かったわ。この辺の部位にほら、すり跡。本当だ、君鈍そうなのにね。いや、顔見えて超敏感。うわー、キモい。あれ、こっちの部位にも跡が。オープン鈍い。そろそろ外野行きたいね。それはマジ男子のボール怖い、助けて。女子の盾になって当たっちゃえば、それなら外野にも行けるし、女子からの好感度爆上がりじゃね。天才じゃん。でしょ、女子も絶対あんな硬い球当たりたくないよ。確かに。でも僕が女子をあの高球から守ったら、柔らかい球の方はキャッチしたくなるかもね。柔らかい球、僕のオープン軟球。君のも高級だろっつって。いや、僕の球は味方からの優しいパスだし。アンダーパスってか。来いよ、ここここ。あと僕らと秋山だけだね。あ、でも相手はもう女子だけだから、君が終わらせてやれば、秋山とクラスの首位交代かもよ。僕の横投げ見せてやるわ。サイドスロー。いった。最悪。当たった当たった。しかもまた僕ボール。いや、女子の顔面思い切り当たっちゃった。え、顔面だよ顔面。あ、顔面ってことはまだ生きてたか。サイドスロー。チャンネル登録と高評価よろしくお願いしますね。